もうさっき言ったら紛らわしいじゃないの。で、あなたもここから出たいってわけだよね。こんなよくわからない空間にずっといたいわけじゃないの。早く、コウマ館に戻って本を読みたいわ。わかるわ。突然見知らぬ場所にいるとなんだか落ち着けなくなるような。この無機質な空間が何とも言えない恐怖を演出しているんじゃないかしら。何かあるんならそれはそれでわかるけど、よくもわからない。何が後ですごいものか理解できないと意味不明で、より恐怖を煽っているのよ。別にホラーとかじゃないのに、なんていうか。でも世界中ではこういう空間とかに興味を持つ人がいたりするって聞いたことあるわよ。誰もいない空間って、不気味で怖いけど、非日常が見れるというか、自分しかいないような世界は不毛の大地で、何もないのに、その場所に好奇心をかきたてるものがあるらしいんだわ。本当に物好きが好む場所ね。私は誰かがいないと逆に不安だわ。いつもなら、コアがそばにいてくれるもん。そうだね。私もお姉さんやルミアちゃんがいるから安心できるけど、頼りになる人が誰一人もいないと頼ることもできないし、どうしたらいいかわかんなくなっちゃうわよね。こういうのって、脱出ゲームとかでもあるわよね。誰もいない空間、絶体絶命の危機から脱出を試みる。流行りに流行ってるし、そういう謎解きを好む人間もいるみたい。そうね。でもそういうゲームのようなものをエトリアとかいう少女に求められているのかしら。私はこの世界の芸術など、それがよくわからんのよ。芸術？ええ、ここが美術館のような場所だとエトリアは言ってたの。ルミナインズ、テラー。何のことかさっぱりなんだよ。それに私は絵画よりも読書を読むのが好き。別に絵画をバカにしているわけじゃないんだわ。でもエトリアが思う、ルミナインズ、テラーって言葉と世界も今一つ、理解できないのよ。確かに、聞いたこともない世界よね。でも、私たちは今、その世界にいるじゃん。現実とも夢とも取れないような空間だしさ。夢だとしても妙に生々しい。だから、現実に存在している場所だと思う。この無機質空間だって、見方を変えれば、敵のアジトのダンジョンみたいな場所だわ。原理的っぽいやつと戦ってきたけどね。まあ、小石が来てくれたから一安心だわ。一緒にここから出ましょう。そうだね。わあ、雰囲気は同じなのに急に明るくなったわね。でもパチュリー、分かれ道とかそういうのはなさそう。このまま歩けど、歩けどひたすらに多様な長い通路が続く感じかしら。そうみたいね。でも小石、隅っこをよく見てみなさい。ほら、テーブルらしきものが置いてあるわ。ああ、本当だ。っていうかなんでこんなとこに、無数に繋がっている廊下の隅に置くの、不自然じゃないの。確かに超不自然。でもあえてそうしておくことで、狭い空間でありながら存在感を醸し出させているのかもしれないわ。ほら、ほら、テーブルの上には箱らしきものがまた置いてあるわ。大きな箱と小さい箱が置いてあるわ。これさ、怪しい感じが完全に出ているわよ。二つあることでどっちかにいいものが入っている。大抵は欲張って大きいのにするけど、それで偉い目に遭ってしまったというオチはよくあるわ。だからこの場合は欲張らず小さい箱にする。その逆の展開もありえるかもしれない。そうね、怪盗とかなら間違いなく大きい方を奪い去っていくわ。じゃあ、私たちは小さい箱を選択ね。それじゃあ開けるわよ、開けごま。さてさて気になる中身は、なんか、宝石みたいなのが入っているわ。ルビー、ダイヤモンド、ラピスラズリ、どれも価値のありそうなものよ。普通にめちゃくちゃいいやつじゃん。でもこれが何に役に立つっていうのよ。こんなもの求めてないし、出るための重要アイテムになるわけがないわ。まあまあ、箱に入ってるんだし、外れには見えないわ。念のため、持ち出しましょ。っていうかこの調子なら大きい方も開けていいかもよ。そうね。これで、実はミミックでした、とかだったら最悪だわ。かぶりつかれないようにちゃんと身構えておかなくちゃ。じゃあ、開けるわよ。それは開けちゃダメですの。え？それは私の宝物です。勝手に持ち出されては困ります。早くそれをお戻しください。
どうして箱から取り出すのですか？そりゃあ、こんなところに置いてあったら気になるでしょ。あんたの宝石だったね。もちろん興味ないから戻すわ。ほら、これでいいでしょう。ありがとうございます。ふう、私のコレクションはこれで無事ですの。安心安心。しかしながら、ルナチャイルド様をいじめていたという事実は見逃しませんわよ。へえ？どういうことよ。パチリ、そんなことしてたの？違うわよ。そんなことするわけないじゃないの。いじめていたというか、向こうからかまってきたんだし。だから何もしてないって。いいえ、何もしてないという事実は消えませんわ。ルナチャイルド様がどんなに痛い目にあったのか、オーベルクランを舐めるなど、ありえないことです。あなた様たちには代償を受けてもらいます。顔の中に閉じ込められたんだけど？狭いわよ。こんなことしていいと思っているのかしら。ルナちゃんの件は、ちゃんと謝るから。今さら謝っても遅いですの。私を満足させるためにその籠の中でパフォーマンスをしてみてくだされ。パフォーマンスって何をすればいいのよ。いいから出してよ。そうですわね。私の大好きな演歌を歌ってくださるのなら、スターサファイアって演歌好きだったの？えらいおばあちゃんっ子やね。あまりハードルの高いものじゃなくてよかったわ。演歌を歌えか。それくらいならできるわ。待って待って、パチリ演歌歌えるの？一応、過去に歌ったことあるから。まあ、歌唱力は期待しないでほしいわ。西のお空に、我が子に愛をしたベースボール大会に親父のお酒とお魚のオーリオン座を探して、恋する乙女のランデブー。どういう歌詞なのかしら。まあ、パチリー様、素晴らしい歌声で、私、感動いたしました。デハを約束の通り許しましょう。それでいいんかいな、あっさりすぎるだろ。私、読書やめて演歌歌手目指そうかしら。でもスターサファイアもルナチャイルドも悪いことをしているように見えないから、一体この空間で何をしているのかしら。オーベルクランとか名乗っているけど、ルミナインズ、テラーの世界では何か組織ぐるみで動いているんじゃ。まだわからないけど、多分、エトリアが仕込んだもので間違いなさそうね。ただただこの世界のアートというアートを楽しませるのが目的とかじゃないような気がするわ。だから用心深くしていかなくちゃ、マータロ肩に転落する危険性があるわ。ほら、早速話しているとトラップ臭いのが出てきたよ。これは何かしら。絶対に押してはいけないボタンって書いてあるわ。いかにも押すと何かが起きる、よくあるボタンよね。そう言われると押してしまいたくなるのが人間よ。小石、さっきの件も含め、リスクを踏まえて押してみましょうか。どうせ押さないと先に進めなさそう。そうだね。今度は何も変なこと起きないでー。あれ、ねえねえ、見てちょうだい。なんか今、ボタンを押したからなのか、プロジェクションマッピングのように映像が映し出されているわ。何これ、テーマパークとかでよく見る映像だよね。劇場みたい。何を感心しているのよ。こんなのはいいから、早いところ脱出口を。おかしい、おかしい。ルナチャイルドちゃんもスターさんも倒されちゃうなんて。オーベルクランはだんだんバラバラになっていくんだ。そんなこと、サニーミルクは認めないわよ。またなんか出たわね。オーベルなんちゃら、どうのこうの言ってますけど。このままオーベルクランはバラバラに砕けるわけにはいかないわよ。二人の仇討ちだー。さあ、この弾幕で怖さを思い知らせてやるわよ。わわわ、小粒とはいえ、あんな弾、うかつに避けれない。パチリー、なんとかかいくぐる方法はないのかしら。一つあるわよ。あるんだ。じゃあ、レクチャーしてよ。そうね、気合よ、気合を入れるんだ。気合？気合ってあの気合のことかしら。そうよ、なんとかなる。そう胸に刻み込ませるの。情熱の炎が湧き上がって、それが原動力となるんだわ。さあ、小石、私に続きなさい。呪いに弾幕を浴びてるじゃねえか。なんなの、なんで私の弾幕をシャワーのごとく浴びているのかしら。それになんで苦しんでないのよ。苦しむこともできない弾幕なんてありえはしないわ。もうちょっとだけ勢いを強めてみるわよ。サニーの弾幕は受けても大したことのないものね。中には威力の弱い弾幕があるのかもしれないわ。でも、お遊びはここまでよ。私たちは先に進む用があるんですから。じゃあ、サニーミルク、バンジキュース。おー、サニーミルクを倒したの？
みたいだね。パチリーやるやんけ。ま、妖精相手には手慣れているものね。ま、また雰囲気が一転し始めたわね。今度は何なの？まあ、なんてことでしょうか。ルミナインズの世界を堪能されているようですね。出たわね、エトリア。何が堪能よ。堪能どころよりか一刻も早くここから出たいんだけど。ちょっと何言っているのかわかりませんね。まあ、堪能してもらえて何よりです。でもですよ。これで終わりなんて。ありえません。まだまだこの世界はアートの良さを追求するんです。バチュリーさん、出口なんてないと考えてください。ルミナインズの世界はあなたをより満足させますから。はぁ？出口がないってどういうことよ。ないにしてもここから出たいのよ。延々とくだらないものを堪能したくないわ。そんな、悲しいこと言わないでくださいよ。ほら、隣のお友達もまだ堪能したいと言っておりますよ。そんなわけ。ねえ小石、あなたはこんなところ1ミリも痛くないわよね。私と同じよね。同じことで迷い込んだ仲間でしょ。うん、そうだね。でもパチリー、この世界には何一つ不自由がないと気づいた。エトリアが言うように、都会の喧騒を離れ、騒音の存在しない、安心できる世界。それがルミナインズ、テラーかもしれないわ。私はこのまま、過ごしてもいいと思うわよ。何を言っているのよ。小石、まさかあんた、エトリアに操られているんじゃ？